中原地帯河北平原は中国にある平野。現在の河北と呼ばれるエリアとは多分に重なるが、必ずしも完全には一致しない。伝統的に中原と呼ばれるエリアを中心とする平原だが、文脈によって中原と同義であることもある。地理的に内蒙古と満州と隣接する。世界でも有数、中国では2番目の広さを誇る平野である。 中国で最も広い東北平原が国間で荒れ地が多いのに対して河北平原は地味豊かで限りなく平らで温暖で黄河をはじめとする大河が流れているので実質的には河北平原が中国で最も主要な平野でありこの平野を主体として中国の歴史があった面積は日本の5分の4ほどの31万平方キロメートルで北は 北京で縁山山脈があり、山海間で東北平原と接し、南は豪飛の北で長江平原と接し、東は鎮田で山東半島の山々と接し、西は観光関で漢中と接している。高賀文明の位置した河北平原は歴史的に早くから開発されたため、古い時代から森林が減少して、薪木の不足に直面したが、 この地域に豊富に埋蔵される石炭もまた古くから知られ、北宋時代には庶民に至るまで日常の燃料に石炭を用いるようになった。降水量が多くないため現代の農業では地下水を汲み上げて利用しているが、その過剰な取水により地下水位が低下している。そのため、流域降水量の多い南方の長江から河北平原に水路を引く南水北長江邸が進行している。 冬の河北平原、ありがとうございます。